市橋俊介は日本の漫画家。2019年6月現在、地方で農業を営みながら、週刊 SPA にて、ぼっちぼっち村を連載していたが救済中。2019年7月2日発売の同雑誌にて、連載開始予定。1990年代にデビューしたものの、連載打ち切りや掲載誌の相次ぐ休刊を経験してきた。峰なゆの アラサーちゃんと同時に、アラだらけくんというギャグ4コマ漫画を連載することになった。まもなく打ち切り。しかし、連載を持っていた週刊誌の編集部から田舎での自給自足生活を漫画にしたらと提案され、自分の農業体験を週刊誌の連載漫画で綴るために2013年から東京から山梨の田舎に移住し、畑付きの地区200年の古民家で、 田舎暮らしスタートさせた。や、限界集落にも移転し、結婚して、南アルプスを望める一軒家に引っ越した、日刊 SPA で再び死境の漫画、ぼっち村連載開始。その後、ぼっちぼっち村と名をえ現在に至る。http コロンスラッシュスラッシュ fum2.jp スラッシュ5289スラッシュアキアを探して3000里。この、田舎暮らし実力漫画がすごい。 ありがとうございます。